のトップはデッコガムで、ハルくんと一緒にやってみたいと思います。これはくじを引いて、このどれかのガムが当たります。それと遊び方は、一応遊び方言いますが、この商品は中のカードくじを使ってくじ遊びを楽しんでいただけるように作ってあります。1人から5人で遊んでいただけます。注意、この商品のくじは当てっか遊び用のくじで、当社およびお店での交換はできませんということです。では早速開けて、はるくんと一緒にやってみたいと思います。はい、開けました。このトップ当てっこガムはカードくじが入っています。こんな、これ商品が5個なので5枚入っています。そしてじゃんけんして順番にやっていきたいと思います。5枚なので3枚か2枚になるか、最初のじゃんけんで決まります。ではチョキ以外は出すね。はるくんいつもチョキで、最初はグー、じゃんけんぽい、やったということで、多分3枚2枚で、まあ今のまあ順番に引いていくね。はるくん引く最初。なんでそうなるんよ、まあいいわ。最後の1枚じゃんけんで決めましょう。はい、はるくん引いて、引いて、1枚どれか引いて、ちょっと置いといて、これは置いといて、引いて、あ、クリーンガムが当たりました。これですね、クリーンガムって言って、クリーンガム当たり、このくじは当てっこ遊び用のくじです、うん、まあさっき書いてきたのと同じですね、うん、このクリーンガム、よくあるガムですね、うん、ちょっとハルくんにあげましょう、うん、はい、ハルくんプレゼント。はい、では次はゆうちゃん、ハルくんラムネが当たればいいな、マーブルガム当たり、違うよそれ違う、これですね、この丸いガム、取っちゃダメだよ。じゃあ次はるくん、ちょっとはい、このどれかか、ね、ぶどうガム当たり、ちょっと見せてこれを、ぶどうガム当たり、この長いガムですね、大当たり、はいどうぞ。じゃあ次ゆうちゃん、ではよいしょー、あ、ラムネ、はるくんに当てればよかったのにな。じゃあはるくんぶどうガムじゃん、あ、ぶどうじゃない、ソーダガムじゃん。じゃあ私ラムネ、で最後の1枚はじゃんけんで決めたいと思います。では最初はグー、じゃんけんほい、あ、忘れたなんではるくんばっかに大当たりが当たるんだよ。まあ、ということでちょっと開けましょう一応。はい、ソーダガム、当たり、ではこんなガムですね、はるくんに大当たりばっか当てられた。え、なんか2枚入ってるよ。大当たり多分会社の人が間違えて入れとったんだ違うん、これ元からこんな入っとん。ちょっと待ってよ、見るけ、え、何個は書いてない、ソーダガム、やったなんで取ろうとするんもしかしたら間違いかもしれません、ということでどんな味か一つずつ食べてみたいと思います。なんでハルくんばっかり大当たり当たるんよ。ソーダガム1枚ちょうだい、お願い、先生2枚入ったんで、なんでちょうだいになるよ、手分けないし、先生ぶどうがもあったんや、なんであげんじゃけんくれたんだろごめんね、わかった、無理無理無理まあ、ということで食べましょう、もうキリがない。じゃあまずぶどうガムから、はるくん半分食べる、あ、いっか、はるくん、はるくんはじゃあこの何だったっけ、グリーンガムを開けて食べて、はるくんラムネ食べる、姉ちゃんちょうだい、ラムネの方がいいじゃん、はるくんラムネ好きじゃけ、ちょっとはるくんガム食べれないんでね、それか食べれんのを忘れてた。では食べてみたいと思います。開けれる、開けた、うん、あ、ぶどうにはいいかもこれ懐かしい、いとことよくしてましたね、こんな
っちゃい頃、保育所ぐらいの。そしてこのチョッパーテッコガムって書いている下にあったこのソーダガムは2枚で普通らしいです。お、これが一番いいやつ。では次マーブルガム。バナナ。バナナだね。何の味？ご飯。カッパキということで、今日はトッパーテッコガムをしました。中にはこんなくじが入っていて楽しいので、またこうやってやれば使えます。一応では、皆さんまた見てね。バイバイ。